はい、どうもこんにちは。今これ映ってるのはイソガニのオスとメスで、上にいるのがメスで下にいるのがオスです。でオスが交尾したいんで、あのメスをがっちりこうなんていうか、メスの足をがっちりこうガードして、あの逃げないようにしてるとこですね。いわゆる交尾前ガーディングってやつだと思います。はい、今ちょうど交尾してるとこです。メスはね、あのオスを受け入れたみたいですね。オスがあのハサミが大きい方ですね。なんかあのハサミを振り回してますけどで足であのメスが逃げないようにね、がっちりガードしてますね。こうやってあの交尾します。お腹のねふんどしのところをお互いこうなんていうか重ね合わせて、オスがおそらくメスの方に精子を送り込んでます。あ、なんか起き上がりましたね。あ、なんかあれ奥に行っちゃいましたね。はい、どうも。これ今イソガニが交尾してます。これ2匹が重なり合ってるのが分かると思いますけど、こっちの上になってる方がオスで、この下のお腹が見えてる方が、大きいふんどしが見えてる方がメスですね。逆にするとこんな感じですね。こっちの顔が見えてるのがオス。大体交尾するときこうやってお腹とお腹を合わせて交尾します。多分このメスのお腹のところに上のオスがあの精子を送り込んでるんだと思います。カニの学者じゃないんで詳しいことは分かんないですけどね。暖かくなってくるとこうやって交尾して、でメスはそのうちお腹に卵を抱えて、大事に卵を育てることになります。ちょっとかわいそうなんで、ね、あの水槽に戻してあげます。海藻の上に戻してあげました。はい、これイソガニのメスです。しかもお腹に赤ちゃんをね抱えてますね。黒い部分が赤ちゃんで、ゾエアってこれ言います。卵がね、あのかえってあのちっちゃいあの赤ちゃんになるんですけど、全然カニの形はしてないんですけど、その状態になったらこのメスは海水中の中にその赤ちゃんをお腹のところパカパカしてあの離します。でその赤ちゃんがまあいろんなとこにこう散っていって成長するって形です。今あのイソガニさん、イソガニのメスがあの産卵してます。この水の中にあのこう灰色というか黒い点々がたくさんあるの分かりますかね。これちょっと拡大すると、若干見えにくいです。これカニの赤ちゃんなんですね。ずっとこの中にたくさんあって、でこのイソガニさんのお腹に赤ちゃん、今この映ってる黒い点々の赤ちゃんを抱いてて、それをちょっとずつ水の中に出していってますね。はい、これ今イソガニのメスがお腹パカパカさせて赤ちゃんを海水中に放出してます。もうねお腹のとこにはね赤ちゃんがほとんどなくて、全部出ちゃった感じですけどね。海中にいるときはこんな風にお腹パカパカさせて赤ちゃん放出します。今ねカメラでこうやってね接近して撮ってるんでね、ちょっと警戒されてますね隠れようとしてますけどね。それでもね赤ちゃん放出するときは結構なんて言ったらいいんですかね、警戒心が少なくなってるっていうかね、薄れてるっていうかね、もう赤ちゃん放出することに専念してるって感じで、ね、なんか生命のこうなんか強さというかね、そういうのを感じますね。これが海水中に放出されて水面にそのさっきの赤ちゃんが浮いてる様子がこれですね。表面に点々点々ってなんか白い粒みたいのがたくさん見えますけど、これが全部赤ちゃんですね。ゾエアってやつです。
カニの赤ちゃんを拡大するとこんな風に見えます。これがあのゾエアっていうあのカニの幼生赤ちゃんをこうカメラで拡大したあの画像ですね。なんか全然カニの形してなくて、体になんか尻尾と手が生えたような、そんななんか変わった形してますね。これはあの植物、海洋植物の上にあのいるゾエやカニの赤ちゃんですね。こっちの方があのコントラストがついてよく見えますけどね。なんかぴょん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 跳ねてあの泳いでますね。まあ、これが本当にカニの形になると思うとね、ちょっとすごいなって感じます。今映ってるのメスですね。でこっちがオスです。見た目もね全然違いますね。ハサミの大きさとかね、体の大きさもね全然違うんでね、すぐ見分けられると思います。なんかおしゃれ試合してますね角に行きたいんですよね。あ、なんかオスがメスを叩きましたね。どいてってでこれがオスですね。これはねハサミが大きくてふんどしがちっちゃい、これがオスの特徴です。体もね全体的にでっかいですね。でこっち側がメス、ハサミがちっちゃくてふんどしが大きいですね。ふんどしが大きいのはふんどしのところにあの卵を抱えるためですね。ちょっと小柄で可愛いですね。これイソガニのオスですね。ふんどしがちっちゃいんでね、チュ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 、まあまあ大きい個体ですね。うん、水槽戻してあげます。よし、はい。あなたのこれ脱皮の殻ですね。これ後ろ、これほら、これさっき脱いだやつでしょ。これ脱いだら一回り大きくなりました。右のハサミも生えてきました。ここ右のハサミありません。右のハサミ生えました。うん、よかったね。これはですね、あの脱皮がうまくいかなかったあのメスの個体です。足を見たらよくわかると思うんですけど、足があのいろんな方向に出てますね。あの普通カニさんの足って全部前側に、要するにハサミがある側に出るんですけど、脱皮がうまくいかなくて足がうまく抜けなかったんで、足がなんていうか後ろに行ったり前に行ったりしてて、なんか一人じゃうまく立てないですね。今こう立ってたのはなんていうか私がこう手をそう立ててあげてたんですけど、やっぱちょっと動くだけでひっくり返っちゃいますね。水の中にこうやって入れると、まあ、ある程度浮力もあるんでまっすぐ立てるんですけど、上手に歩けてません。足がね、普通だったら左右に4本ずつあって全部前側に出てるんですけど、今見てる感じだと 3,4 本が前に出て3本ぐらいが後ろに出てますね。なんで上手に歩けてないのがわかると思います。で結局この個体は餌もうまく食べられなかったんで、口のところもねなんか形が変になってたんで、2週間か3週間ぐらいしかね生きられなかったんですけどね、その後亡くなっちゃったんですけど、
ちょっとかわいそうな個体でしたね。でも水に溶いた餌をなるべくこうあげるようにして、それを口からこう吸引していくらかは餌食べてたとは思うんですけどね。もう一回脱皮してちゃんとした体になることを期待したんですけどね、やっぱり長く生きられなかったですね。イソガニのメスがアサリ食べてますね。カニさんはでも雑食性なんで何でも食べます。アサリでもエビでも、あとはタコとかお刺身、マグロとか、あとは人工のなんとかザリガニの餌とか食べますね。で一番よく食いつきがいいのがやっぱアサリですね。貝系はよく食べます。あとザリガニの餌も結構好きですね。何が入ってるかよくわかんないですけど。で一方なんかお魚のなんかお刺身みたいのは食べるんですけど、あんまり食いつきが良くない。なんか最初はちょこちょこっと食べるんですけど、なんか飽きるのか途中で食べるのやめちゃったりしますね。なんで普段はアサリをよくあげてます。業務用スーパーで売ってる冷凍アサリとかですね、ああいうのは安いんで。カニさん雑食性だって言いましたけど、今これアマモの葉っぱをなんか抱えてます。で奥にある貝大きい貝がこのカニさんのなんていうか家みたいになってて、その家にこのアマモの葉っぱを運んでいきます。多分なんていうか家の中に持ってって食べる方が落ち着くんで、そうしてるんだと思いますね。運んでてますね。なんか初めてですね、こうやってアマモの葉っぱをかじってるんですけど、本当に食べてるかどうかわかんないんですけどね。なんか葉っぱのところをこう口のところに持ってって今食べてますけど、表面についてる何かを食べてるのか、葉っぱ自体を食べてるのかわかんないんですけど。イソガニさんがいます。かわいいイソガニさんですね。これメスですね。このアカニシっていう貝の貝殻に入ってますけどね、もうアカニシは中にいないんですけど、こっちを見てますね。どうしましたか。シャッとちょっとびっくりしてますね。シャッとね、おててが出てきてますね。これね、餌あげるとちょっと変わると思います。お、なんか落っこってきましたね。スルメですね、これね。今上からスルメ入れました。もう中に持ってっちゃってますね、これ。すごいごちそうですね。こんなに一人でスルメ独り占めできるなんて。あら、後ろからなんかカニさんやってきましたね。なんかいい匂いするなって。バレてるっぽいですね。 あいつスルメ持ってるなみたいな。あ、でも取りに行かないですね。お、ちょっとびっくりして裏に隠れちゃいましたね。大きいイソガニがスルメ取っちゃいましたね。スルメ取られちゃったよって。でちょっと違う餌あげるからね。カニさんがいます。一番大きいのがオスですね。あとは多分全部メスだと思います。なんかちっこいやつ、例えばこれとか、これはヒライソガニってやつですね。それ以外のこうなんか黒いのに点々があるやつは単なるイソガニです。あ、なんか危ない。すぐね登って逃げようとするんでね。カニさんが1、2、3、4、5、6、7、8匹います。
あの大きい水槽をあのお掃除してあの空っぽにしたんで、そこにカニさんが10匹ああ逃げちゃう10匹ぐらいいて、で今度そのカニさんをあの他の水槽に移そうと思って今こうやってあのこの容器に入れてますね。ここにいるのはイソガニ、これとかこれとかこれはイソガニですね。で少し違うヒライソガニっていうのがちょっとどいてください。あ、ここにいる2匹がヒライソガニですね。このちっちゃいやつとか